セントラル線は、ロンドン地下鉄の路線の一つで、チューブと呼ばれる地表から深い位置を走るタイプの路線である。ロンドン地下鉄路線図上では赤色に着色されている。大ロンドン西側のイ、e、ーリング及びライスリーップから、ストラトフォードへ、ロンドン市街地を東西に貫通した後に、北東方向へ向かい、M25 環状道路の外側、エセックス州エピングを結ぶ。 路線延長46マイル49駅を要する、ロンドン地下鉄の最長路線である、もともと地下鉄でなかった区間を編入した経緯から、地下区間は、ホワイトシティ駅西方、レートン駅東方と、レートンストーン駅北方、ニューベリーパーク駅南方のみであり、比較的地上を走る区間が長い、1900年に、ロンドン中心部の鉄道として開通後、まずは西側への延伸が行われ、 第二次世界大戦後に近代化が遅れていたロンドン東港の路線を編入する形で延伸が行われた。現在の運行区間は1949年までに開業している。西方ウエストライスリップデナムの延伸計画は中止され、東方末端のエピングオンガーは輸送量が少ないため、1994年に廃止されている。駅舎は19世紀末前後の セントラルロンドン鉄道時代の建築や、ウェストライスリップ支線、ヘイノールト支線に見られる。第二次世界大戦後のモダニズム建築、およびストラトフォード一等が、イーストカウンティ鉄道やグレートイースタン鉄道だった、時代のビクトリア町の建築などが見られ、その多くは、歴史的に重要なものとなっている。輸送量の面では、2011から10、また、ピーク時における、 運行本数は英国で最も多く、1時間あたり34本となっている。これは、セントラル線が、ロンドンのショッピング街、金融街などを東西に結ぶ、唯一の路線であることに起因しており、混雑緩和のため、クロスレール等、セントラル線のバイパスとなる路線が計画されている。現在は全列車が1993年から、 投入された九百九十二系の八両編成で運転されており、九百九十六年以降数年をかけて順次 ATO の導入によるワンマン運転に切り替えられた。車内に掲示されている路線図はロンドン交通局のウェブサイトからダウンロードできる。平ノールとホワイトシティ、ウェストライスリップの三カ所に車両基地があり、他にラフトン、ウッドフォードに留置線、 レブデン、レイトンストーン、ニューベリーパーク、リバプールストリート、マーブルアーチ、ノースアクトン、ノースルトに折り返し用の側線、または抽選がある。ウェストライスリップ基地は南側のライスリップガーデンズから、ヘイノールト基地は北側のグレンジヒルからもそれぞれ直接出入庫が可能な配線となっており、それぞれの駅を奇襲点とする列車が設定されている。 運行系統は、イ、e、ーリングブロードウェイ、ニューベリーパークヘイノールと、ウェストライスリップサウスウッドフォードエピング、ヘイノールとチグウエルウッドフォードの3系統を、基本に蒸気各駅で折り返す列車が加わる形であるが、朝夕の本数が増える、時間帯は蒸気系統によらない。例えばイー、e、リングブロードウェイエピング、ヘイノールとチグウエルサウスウッドフォード、 ホワイトシティといった区間を運行する列車の設定もある。なお、ヘイノールとチグウエルウッドフォード間を走行する列車をそのままウッドフォード以内へ乗り入れた場合、編成の向きが逆転してしまうため、この系統のウッドフォード以内への直通は朝夕の一部列車に限定して行われている。も参照1889年11月、セントラルロンドン鉄道により、クイーンズロード、 キング・ウィリアム・ストリート間鉄道として計画が発表される。1892年6月何度かの計画変更を経て、最終的にシェパーズ・ブッシュ、リバプール・ストリート間鉄道として、セントラル・ロンドン鉄道法が国会で承認される。1900年6月27日2度の延期を経て、最初の開業区間として、シェパーズ・ブッシュバンクが開通。 一般営業は7月30日からとなる。当初より直流5 5 0ボルト第3機常式で電化され、当初は電気機関車28両と客車168両が準備される。シェパースブッシュ、ホランドパーク、ノッティングヒルゲート、クイーンズロード、ランカスターゲート、マーブルアーチ、ボンドストリート、オックスフォードサーカス、トッテナムコートロード、ブリティッシュミュージアム、チャンセリーレーン、 ポストオフィス、バンクの各駅が開業。1908年5月14日、シェッパーズブッシュ、ウッドレーン間延伸。ウッドレーン駅開業。ウッドレーン駅は、シェッパーズブッシュ車庫の構内にあり、当駅の開業は、同年に開催された、フランコブリティッシュ博覧会の観客輸送を目的とする、ものであった。シェッパーズブッシュウッドレーンは、ループ上の配線となっていた。 1912年7月28日バンク、リバプールストリート間延伸。リバプールストリート駅開業。リバプールストリート駅には、前年のアールズコート駅に引き続きエスカレーターが設置され、地下駅としては、初のエスカレーター設置駅となる。1920年8月3日グレートウェスタン鉄道により、建設されたイン・リング・ブロードウェイ・シェッパーズ・ブッシュ、間の貨物線へ。 シェパー・アッツ・ブッシュ車庫の北端から連絡線を建設し、直通運転を行う。イースト・アクトン・イーリング・ブロードウェイ駅開業。この乗り入れにあたり、ウッドレーン駅に直通列車用の別ホームを新設したほか、イーリング・ブロードウェイ駅についても、セントラル・ロンドン鉄道専用のホームが設置された。1923年11月5日、ノース・アクトン。 ウェストアクトン駅開業。1933年7月1日田のロンドンの地下鉄会社と合わせて国有化され、ロンドン運輸公社のセントラルロンドン線となる。1933年9月24日、ブリティッシュミュージアム駅廃止。これは、資金のピカデリー線との交点にホルボーン駅が設置されたことによるもの。1933年9月25日、 ホルボーン駅開業1935年、リバプールストリートから投信し、グレートイースタン鉄道のストラトフォード・イルフォード間を、首相せずにラフトン、ニューベリーパークへの延伸、及びノースアクトンデナム間のグレートウェイスタン鉄道に、セントラルロンドン線の伏線を増設して乗り入れる計画が発表される。1937年8月23日現在の名称である。 セントラル線に解消される。1940年電化方式が、ロンドン地下鉄標準の直流 630V 台、4基常識に変更される。1946年12月4日、リバプールストリート、マイナスストラトフォード間開業。ベスナルグリーン、マイルエンド、ストラトフォードの各駅が開業。ストラトフォード駅での折り返しは、レートン駅南方のドレーパースフィールドに設置された。 折り返し線へ改装して行われた。1947年5月5日ストラトフォード、レートンストーンが開業。レートン、レートンストーンの各駅が開業。レートンオンガートウッドフォードヘイノールト、ニューベリーパークはもともとグレートイースタン鉄道だった区間で、セントラル線の乗り入れ後も引き続き英国国鉄の旅客列車や貨物列車がテンプルミルズ奏車場レートンや、 ニューベリーパーク・イルフォード及びセブンキングズの連絡船を経営して乗り入れた。当時、貨物側線が、フェアロップ、バーキングサイド、バックハーストヒル、ゼードンボイス、サウスウッドフォード、ラフトン、ノースウィールド、オンガーの各駅に存在し、1960年代、中頃まで貨物列車の運行が行われたほか、エピングオンガーの区間列車用車両の送り込みを兼ね、 1970年5月31日まで、早朝深夜にリバプールストリートエピングの旅客列車も運転されていた。1947年6月30日、デナムエンシン区間のうち、ノースアクトングリーンフォードが開業。ハンガーレーン、ペリベール、グリーンフォードの各駅が開業。1947年11月22日、ウッドレーン駅廃止。 1947年11月23日、ホワイトシティ駅開業1947年12月14日、レートンストーンウッドフォード、レートンストーン、ニューベリーパークが開業。前者は、元グレートイースタン鉄道の区間を電化。乗り入れ対応を図った区間、後者は、中部規格で新設された地下線である、スネアズブルック、サウスウッドフォード、ウッドフォード、 ワンステッド、レッドブリッジ、ガンツヒル、ニューベリーパークの各駅開業。1947年ニューベリーパークイルフォードの英国国鉄連絡船が廃止。1948年5月31日、ニューベリーパークヘイノールト間開業。バーキングサイド、フェアロップ、ヘイノールトの各駅開業。1948年11月21日、グリーンフォードウェストライスリップ間開業。 ノースルト、サウスライスリップ、ライスリップガーデンズ、ウェストライスリップ開業、ウェストライスリップデナムの延伸は行われないまま、計画中止となった。同日、ウッドフォードヘイノールト館、およびウッドフォードラフトン館開業、ロッティングバレー、チグーエル、グレンジヒル、バックファーストヒル、ラフトンの各駅開業、1949年9月25日ラフトン、オンガー館開業、デブデン、 ゼイドンボイス、エピング、ノースウィールド、ブレークホール、オンガーの各駅開業。ただしエピング・オンガーは1957年の電化まで蒸気列車による運転であった。1956年ニューベリーパーク、マイナスセブンキングズの英国国鉄連絡船が廃止。1957年11月18日エピング、オンガー間電化。電化後も、ホーム延長や、能力の関係で、 ロンドン中心部から直通列車を運転することはできなかった。1970年5月以降、テンプルミルズ走車場レートンの英国国鉄、連絡船が廃止。1981年10月31日、ブレイクホール駅廃止。1994年9月30日エピング、オンガーが廃止。末期は朝夕に数本のみの運転であった。ありがとうございます。